正解。それは私のセリフだよ。打ち上げの途中でフラフラーって出ていくのが見えたから心配になっちゃって。もしかして具合悪くなっちゃった？もう少しここにいようかな。夜風が気持ちいいでしょう。ライブで熱くなった体を冷やすのにちょうどいいかなーって。それにあなたを放っておけないもん。大丈夫って言ってたけど、大丈夫そうに見えないよ。うん。何かあった？みんなすっごい燃えてるよね。ライブの打ち合わせとか本気で始めちゃってるし。やっぱり誰かのライブを見ると自分もライブをしたくなっちゃうもんなんだよね、スクールアイドルって。うん、ライブは大成功だしみんな喜んでくれたけど、反省点が何もなかったわけじゃないもん。今日の反省を生かして今日よりもっともっとすごいライブがしたいんだ。もっともっともっとみんなに喜んでもらいたいから、笑顔になってもらいたいから。私が？全然すごくなんかないよ。全国にはもっとすごいスクールアイドルがいっぱいいるもん。今このまま満足して足踏みしてちゃ、あっという間に置いてかれちゃうよ。だから、頑張り続けるの。私にできるのはそれだけだもん。あなたにそう言ってもらえると嬉しい。あなたは私のことをすごいって言ってくれるけど、でもやっぱり、本当にすごいのはミューズだよ。今日ライブをして、改めてミューズの凄さを実感しちゃった。ミューズがいたから、私たちはここまで走ってこられたの。ほのかちゃんたちは意識してないと思うけど、ミューズって背中を追いたくなるっていうか、そんな魅力があるんだよね。ミューズみたいに輝きたい。ミューズと同じ景色を見てみたい。そういう始まりの力をくれるの。その力に引っ張られて私たちはここまで来ることができた。今日ね、ステージで気づいたことがあるんだ。私たちは私たちでしかない。どれだけ憧れてもアクアはミューズじゃない。でもそれでいいの。私たちはアクアとして輝きたい。アクアだけの輝きをみんなに届けたい。ミューズみたいに誰かの始まりにはなれないかもしれないけど、誰かと一緒に進んでいきたい。そんな風に思った。だから今日の私たちのライブを見てみんながやる気になってくれたんだったら、それはとっても嬉しいな。全然だよ。私はいつまで経っても普通怪獣のままだしさ。虹学のみんなも私にはすっごくキラキラして見えるよ。ミューズともアクアとも違う虹学ならではの魅力がいっぱいで、いつも素敵だなって思ってるんだから。あの PV だってすごかったもん。初めて見た時はびっくりしたけど、ワクワクして、だけどすっごく虹学らしいよね。みんなパワーにあふれてて、虹学ならではのスクールアイドル愛にあふれた作品だった。
中になってる姿だからだったんだ。一人一人が眩しくて目が離せないの。虹学って素敵な学校だね。一人一人の違う夢が集まって、それが虹みたいな色とりどりの輝きになって、本当に素敵だった。